小町駅は愛媛県松山市平和通六丁目にある伊予鉄道の駅である。駅番号は高浜線が208、大手町線、城北線が07。夏目漱石の小説、坊ちゃんにも名前が登場する。高浜線は東駅より松山市駅まで松山市の中心市街地内を走る。東駅は水戸駅、絹山駅とともに、 高浜線の交通結節停に指定されている主要駅である。緊急時の区間運転では折り返し駅となる。また、ダイヤコンランジは、当駅と松山市駅での抑止を基本とした運転整理が行われる。松山市駅へは高浜線、大手町線どちらでも行けるが、高浜線の方が所要時間が短い。本数は高浜線が日中毎時4本。 大手町線経由が毎時6本。なお、運賃は同じ。市内電車は1号線、2号線が当駅を使用する。また、長時間帯に限り5号線の始発駅が当駅まで延長される。軌道線、鉄道線が同一構内にあり、軌道線と鉄道線が構内で斜めに平面交差する構造になっている。4面5線。緊急時に高浜線は当駅か、 三戸駅での折り返し運転を実施する。また、当駅と絹山駅の間は、駅構内を除き踏切が存在しないため、街頭区間が単線並列として扱われる場合がある。松山市中心部の外れに位置しており、マンションやオフィスビルが林立している。茅町商店街や富士グラン、松山などの商業施設にもほど近い。 1930年頃の小町駅構内水戸駅、松山市駅とともに四国最初の鉄道駅の一つである。ありがとうございます。